はい、ヒロミです。今回もポケットモンスター Y のライバル実況を続きやっていきたいと思います。前回は、フリーアダンと戦って化石手に入れました。ので、今回このジムに、ジムがね、この街にあるということで、やっていきたいと思います。アイテムがあるぞ。おう、ありがたい。今からジム戦ですからね。めっちゃ急やな。多分こっちから行けないのかな。自転車を使って、行けませんね。どこか別ルートがあるのか。こっちか。なんだ。誰？違うんですよ。ありがとうございます。ジムリーダーなんですね。ザクロさんですかね。はい、行きましょう。下か。ここ何なんだろう。なるほど。ここは近道できるのか。シェイ。で、はい、取りました。こっちかな？下に、アイテムあるね。ちょっと取ろうか。はい、来ました。ということで、やっていきましょう。ワイルドマイルドロッククライマー。ほう。スマブラとか出てきそう。あれ、アイスクライマーか。そう。誰にも認定されてないということで、はい。岩タイプか。かわいい。まあ。ドジっ子的な意味で可愛いってことなのかな。で、おお。壁下っていくのいいね。今回岩タイプのジムということで、わあ、息づまい。不思議そうにしてたんですが、岩、虫タイプなんで、倒壊なんですよね。ヤドリグースか。特性が頑丈なので、体力がマックスの状態だと、あれなんですよね。絶対ダメージが、HP が1残っちゃうので落ちるかな。わ、全然効かん。ギャドリギュータン正解だったかもな。先急所に当たってくれ。チーナス、ここまでいいでしょう。水岩なんで、なんだ、草が4倍で通ります。その前全然効かへんよ。素早さ下がるけど、これ新緑発動してるけど素早さが逆転してしまいましたね。
なんでこのタイミングであくびなの。オッケー。いらないっすね。はい、ありがとうございました。最初でいきなりダメージ食らっちゃったんで、回復を新ポケ戦に行ってきました。どっちなんだろう。こっちじゃなさそうな感じするな。あ、トレーナーだけかな。まあ、ちょっと経験値と小遣い稼ぎで戦うか。はい、竹本さん、よろしくお願いします。ダンゴロ、こいつも頑丈かな。水タイプが欲しいよな、そろそろ。はい、おお、まあこれはどうだろう、有効かな。微妙なラインだ。ピアノ、竹本ピアノ。はい、まあ確かに準備は大事かな。さあ、わお、あ、はい、マノンさん、ソルロックか。岩エスパー。まあ、普通に葉っぱカッターは抜群で入りはするけど、サイコウェーブはエスパーだけど、ダメージが。毎回変わるっていう、なんか微妙な。あ、倒された。アブソル出そう。よいしょ。かけらあったっけな。あ、ない、マジか。コマ行きますか。強い。あ、違う。はい、ありがとうございました。あ、なんもないっていうパターンがあるんですか。なるほど。こっちか。どんどん登っていけばいいのでしょうか。あれ、竹本さん再び、あ、すり抜けちゃったけど戦おう。まあ、体力と頭脳両方は必要だね。大砲、地面岩タイプなので草が4倍で通ります。OK、 どうだろう、有効なんかな。
このまま行こう。モズバスはちょっと防御が高えから、まず雇い入れるか。まあ特性頑丈だしね、こいつも。わあ。で、後で、対戦が終わったら、巻き直し、使おうか。うわあ。そう。カッパカッター命中100じゃないよな。イワーク、まあ草4倍だけど、あ、もう今あれ使うか、麻痺直し。もうイワークの先にもう麻痺させる技とか覚えてないやろ。で、葉っぱカット。OK。無駄急所なんかな、微妙。OK。OK。いや、でも Y ちゃん痩せてると思うけど。あ、もうジムリーダーか。ちょっと回復を。じゃあ戦いますか。でも確かに諦める人いそうだな。なんか後ろ虹がエモいね。はい、ザクロさん、よろしくお願いします。アンマルス。これ前回もらったやつですね。岩氷だから、一応草タイプ抜群で入りはするんですが、わ、電磁波とか使うのか、こいつ。マジか。いや、待てよ。やんちゃう。あれちゃう。あの、格闘技使ったら、4倍弱点ちゃう。あ、でもレベルは、低いな。突進。あ、ま、さすがに、そうか。素早さ負けてるか。どうしようかな。まあ一応等倍だからね、この技。いわあ。どうしようかな。なるほど。半減ですよ。混乱狙い。あかんか。ちょっと炎の渦で。あ、今の、なんでノーマルタイプの突進が
半減なのかというと、アムロスの特性がなんとかスキン、あ、アイススキンかなとかで、ノーマルタイプの技が氷タイプの技になって、さらに威力が 1.、この時代 1.5 倍かな、なので、突進氷タイプの技になってるってことですね。チゴラス、チゴラスってさ、岩ドラゴンだよね。だから、草タイプ等倍なんですけどね。まあ、ちょっと、ラドリギを入れたいと思います。まあ、素早さ下げを目的にしてるのかな？はい、回復。眠り粉、素早さ関係逆転してるか。頑丈は5だっけ？特性。そう、かかみつく系の技の威力が上がるんだったっけ？あ、違ってたらすみませんけど。で、この間に葉っぱカッターだ。削っていくぜ。結構苦戦したな。あ、やっぱりドラゴン入ってから等倍ですね。これ急所引いてくれへんかな。あ、外すんかい、そもそも。急所とかいう以前の問題やった。おお、よく眠ってくれる。嬉しい。あ、今回復されそうやな。あ、回復一回だけかな。まあ、これ勝てるから。OK。いやー、せえな。もう無駄急所すぎるよ。はい、ありがとうございました。はい。ウォールバッジ、壁。はい。ありがとうございます。岩石封じ。いい技ですね。あ、そう、ボルダリングだ。ボルダリングっていう単語が出てこなかった。で、ここから降りれんのかな。あ、これ一気に降りれるんですね。で、はい。かかりましたね。かかりなかったらちょっときつかったけど。はい、行きましょう。謎の像。はい、回復をしてきました。じゃあ、次行きましょう。こっちかな？あ、普通にバトルやったんや。ユニラン。ああ、エスパータイプですね。アブソンに変えよう。まあ、噛みつくは物理技だから関係ないんですけどね、光の壁とか。OK。
はい、ありがとうございました。あ、どうも。ありがとうございます。石ね。あ、石がいっぱいある。あ、アクロマさん。ブラックファイト2のボスじゃん。あ。おう、マジか。であるペア。不思議そうじゃ相性が悪いので、変えましょう。あ、そうや。前回デルビー使ってきたな。どうしようかな。日の親子までいいか。あぶねえ。オルバットは変えましょうか。じゃあ、テールナ。あ、ちょ、フラエッティに変えようとしたけど、選びミスを、選択ミスを避けました。はい。毒飛行なので再起光線、エスパー技が抜群。わー、噛みつく。しかも、向こうの方が早いんかい。あれ？っていうか、テールナ。炎単タイプ？もしかして。噛みつく抜群じゃなかったよな。はい、ありがとうございました。多分、こいつのウォルバット多分クロバットに進化しないんやろうな。はい、すごいトレーナーです。なんだ？どうした？あ、多分フラダリさんフレア団なんやろうな。めっちゃおるやん、プラズマ団。うん。はい、葉っぱカット。なんか無駄急所が多いよ。羽休みはいいことですね。覚えをさせましょう。ジタバタいらんかな。グレックルは交代。エスパー4倍なんでね、毒格闘だから。はい、再起光線覚えてますよ。はい、ありがとうございました。特になんもないんかい。おお、圧巻。
あ、やたらプラズマがいるんだよな。あ、プラズマちゃう。あ、フレアだ。あ、アクローマさんの話出てきたからさ、もう、ナチュラルにプラズマ弾つっちゃってたわ。テールナですね。アンコールね。多分、普通にストーリー攻略だと、大して強くないんだけど、対戦なんかそこそこ、いい技だよね。はい。まあ、ジムバッジ2つ持ってるんで。まあ、入らないですけどね。敷地タウンに来ました。はい、じゃあということで今回ここで終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いします。それでは、バイ。